はい、皆さんこんばんは。グスタフ・フロベールのマダム・ボバリーを読まれました。これ、19世紀の半ばに発行された小説なんですけども、発行されてすぐにですね、出版禁止になったんですね。まあ、なんでかと言いますと、これ内容がですね、これ19世紀の半ばですからね、1857年かな、出版されたのが。で、内容がもう不倫の話なんですよね。まあ、当時とすれば、これはもう道徳的に良くないということで、出版禁止になったみたいですね。で、このボバリー夫人というんですけども、この方は、チャールズという医者がいるんですけども、その医者の、後妻になった人なんですね。先生が亡くなって、後妻として嫁いだ人なんですけども、まあ、そもそもこのボバリー夫人のお父さんは足怪我して、で、このチャールという人が、その屋敷に行った時に、このボバリー、まあ、ボバリーというか、その時はボバリーじゃないですけど、この彼女に出会って、で、チャールズさんの前妻が亡くなった後に、ボバリーさんが後でやってくるわけですね。ただ、このボバリーさんはですね、めちゃめちゃ派手な人で、旦那さんがめちゃめちゃこう、なんですかね、素朴な人なんですね、チャールズという、このお医者さんは。まあ、フランスの田舎町の医者なんですけども、そこで開業医やってるわけですね。で、まあ自分は忙しくしてるわけですけども、奥さんは暇で、しかもこのチャールズという人を愛してないんですよね。でも退屈でしょうがないわけです。で、まあ、この家族を取り巻く、友達というか、まあ、薬剤師の人とか、宿の人とか、いろいろいるわけですけども、まず最初にですね、この、ボバリ夫人がですね、近所の、ちょっと、大地主みたいな、貴族っぽい人、貴族ですよね。その人と、まあ、に、歩み寄られてですね。それで、関係を持ってしまうわけですね。で、このボバリ夫人は当時、関係を持った時にも子供がいるんですね、女の子。女の子いるんですけども、私とこの娘と一緒に逃げてくれないかというわけです。ラドルフかなっていう男の人でね。その人が分かったっていうんですけども、ところが、その逃げる前日にですね、彼は手紙を書くわけですね。彼女に。その前に、彼のこう内心がこう書かれてあるんですけど、子供を連れて、お金もかかるし、そんなもん、ノーだノーだって、サーザンタイムズノーって書いてあるんだけど、こんなことありえないってことで、心を変えてですね、結局、まあ、イロープっていうんですか、書き落ちないことにしたんだけど。で、彼女は、その手紙を受け取った瞬間にですね、中身開けなくても、あ、これはもう捨てられたんだっての分かって、それで、ちょっとおかしくなるんだけどな、ね。はい。しばらく体調がおかしくなって、それで、チャールズというお医者さんはですね、彼が自分の奥さんが不倫してることを一切知らなくて、自分のその奥さんが本当の病気だと思ってですね、一生懸命介護してあげるわけですね。で、彼はめちゃめちゃこう、素朴な人で、親切で、だけど、ボバリ夫人にとって全然面白くない人なんですよね。退屈な人で。でも彼は一生懸命こう、介護したりしてあげるわけです。その甲斐あって、良くなるんですね。そしたら今度は呉服屋の商人がいるんですけども、その人がこのボバリ夫人のところ来てはですね、これいいですよ、あれいいですよって、もう高価なものをいっぱい買わせるわけです。で、お金いらないですかって言って、まあ後ですね、つけてね、どん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 買わしていって、それが後ですごい金額になるんですけど、そんなことは、チャールズは旦那さんが強いとも知らず、ただ奥さんが幸せな人ならそれでいいということで、で、このラドルフという人に伝えた後に、今度は、レオンという、これ法学部の法律を勉強している学生なんですけども、まあ、彼が同じ町に住んでいた時に、もうすでに、ボバリ夫人に対して、好意を持ってたんですね。もう、
初代持ちって分かってても。ところが、レオンという人が、ちょっと大きな町に行って、法学の勉強するんですね。で、その時は彼女のこと忘れてたんですけども、ふと、彼と出会って、彼が必要にですね、このボバリ夫人にですね、私のあなたが愛してるってこと言って、それでボバリ夫人は最初に拒否してたんですけども、最終的にまた折れちゃって、二人目ですよね。二人目の不倫をしていくわけです。で、結構このレオンという学生との不倫が長くて、ずっと続いてて、で、最終的にはですね、彼女の、散財っていうんですかね。それツケが回ってきてですね。どんどんツケを回してたんですけども、最終的にはお金払えなくなって、で、旦那さんにしてたと、分かってしまいますからね。旦那さんに分からないようにお金を工面しなきゃいけない。で、レオンという人、法学部の学生に頼んでも、できるわけない。それどうしたかというと、最初の不倫を捨てられた人いますよね。そこの人のとこ行って、私やっぱあなたが好きだったみたいなこと言って、お金を工面してくれないかって言われた時に、その人は、私も持ってないって、実際持ってなかったみたいですけどね。で、どうしようもないっていうことで、彼女はどうしたかっていうとですね、薬剤師の友達がいるわけですね、近くに。そこを入っていって、薬剤師の人はいなかったんですけども、いわゆるクラークっていうんですか、事務の人がいてて、その人に、薬置いてあるとこどこだって、バーッと上がっていってですね、それで、何をしたかというと、ヒ素の瓶を取り出してぐっと飲んだんですよ。有毒ですよね。ヒ素を飲んだんです。それで、家帰ってから、ベッドにもう、なんか、新刊行ですよね。要するに、もう借金返さないと。旦那死んだら困るってことで、それで、家帰って、ヒ素飲んだ後ですね、体調がどんどん悪くなっていって、その旦那さんも心配していくんですけども、みんなが心配している中で、彼女は死んじゃうんですよね。死んだ後に、このチャールという旦那さんは、もうすぐ葬儀してあげるわけですよ、奥さんに。お金もないのでね。で、その時に、ふと、ラドルフという最初の不倫の相手の手紙を見つけるんですよ、旦那さんの。やっぱり、関係持ってたんだっていうのはわかるんですけども、で、そのラドルフという人に、奥さんが死んだ後に会ってたんですけど、その時に彼が言ったのは、私はあなたに対して恨みを持ってないって言ったんですよね。やっぱ奥さんが好きだったんでしょうね。で、もうずっと奥さんのことを思って、で、自分のお母さんがいるわけです、チャールズには。お母さんとこのボバリー夫人、要するに嫁と姑の関係ですよね。非常に悪くて、お母さんの、チャールズのお母さん、姑の方が、あの人は贅沢で良くないって言うんですよね。だけど亡くなってますから、チャールズは、なんで自分の妻のことをそんなこと言うんだってめちゃめちゃ怒るわけです。で、小さい女の子がいるわけですけども、ある日、亡くなった後にですね、ボバリー夫人が亡くなった後に、何日かして、急にですよ、なんていうんですかね、もう悲観にくれたからでしょうね。娘がいるのに、ある日、チャールズが、ぽつっと死んじゃうんですよ。こう座ったような状態で。で、女の子は、姑に連れて行かれるんですけど、姑はもうしばらくして亡くなって、結局はおばのとこ連れて行かれて、おばは貧しいから、なんか、でちぼうこみたいに出されるっていう、そういう話なんですけども、二重の相手とね、不倫をしてるっていう、その辺がね、ちょっと当時とすれば、これはホールサムじゃないと、道徳的に良くないと、思われたっていうことでしょうね。で、この小説はですね、対話文っていうのはほとんどないんですよね。あるんですけど、本当に一握りぐらいしかないんですよ。あとはもう情景描写がビシッと書いてあるんですよね。で、最初はなんか年いなと思って読んだんですけど、なかなかフローベルの情景描写って細かくて、男性ですけどな、非常に細やかな繊細な描写っていうのは、なんか女性っぽいところが、それから女性のちょっとした気持ちを表すようなところ、そういうところが、なんかやっぱフローベルってすごいなっていう、
これは文学作品かなと思えるところがありましたね。まあ、話とすれば、今言ったような話なんで、まあ、あれなんですけども、描写の仕方っていうのは、確かにやっぱりちょっと類いまれなところがあるんじゃないかと思いますよね。はい。ということで、ちょっと長くなりましたけども、次回また、ノンフィクションを読もうと思います。おやすみなさい。